本日は楽しく一日過ごしていただけたでしょうか。始まる前に大野選手会長が元気ですか、いい元気を出しながら挨拶してくれましたけども、シーズン終わって最後まであの調子でいてくれたら私は嬉しいです。これから僕に入り年明けとともにキャンプに入りますけども、今年の悔しい思いはみんな心のどこかに置いてきます。皆さんも本当に苦しい試練なんだろうと思いますけども、来年は必ずいい思いをさせます、させてみます、見せます。大野のように最後まで元気でやりますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。今一度中日ドラゴンズの選手の皆さんに